回スキー板履いて転んで脱いで終わりました。はい、はい、おお、東京駅から新幹線に乗って今軽井沢に到着しました。高橋さん、一言お願いします。いや、楽しみですね。で、これからバス乗ります。今天我们将前往位于关东群马县的如恋村。如恋村紫麻郭一木拉，中文意思为爱妻村。如恋村位于高原地带，平均海拔有1000公尺，冬天最低气温为-8度，跟北海道一样，拥有凉爽夏季与充满粉雪的冬天。接下来就跟我们一起展开2天1夜的如恋村之旅吧。めちゃくちゃちゃんと準備万端に用意してきて、一回スキー板履いて転んで脱いで終わりました。リフト券も一回も使ってません。私立つことさえできないよ。鼻につめちゃ以上、つまこいのゲレンデでした。はい、今はナイトコンテンツ、星空を鑑賞する会。この矢印の方向の矢印の大きさの1、2、3、4、5、これがですね、コグマ座の一部の北極星。今-8度にさあ、すぎます。死にそうです。星が綺麗だけど寒いですよね。寒い。はい、入ろう、避難しよう。なんか君、なんか犯罪者みたいな、悪いことする人みたいな。なんで、あ、全部黒いんだ。そう、黒いマスクに黒い帽子で、強盗犯みたいな。よし。はい、鎌倉入ります。よいしょ。失礼します。おー、すげえ。なんか、お父さんの晩酌みたいな感じになって。今、朝ごはん中です。可愛いイラスト付きのオムレーズを頼みました。これは多分群馬県の馬。本日2日目のガイド3、じゃあ吉村さん、大丈夫です。ふわふわ、細かすぎ、パウダースノー。確かにキュッキュッて。はい。はい。ああ、この靴すごいね。この靴がなければ人が
腰まで沈んじゃうらしいです。この面積によってね、体重を分散してるという。ウサギじゃないの？え、でもウサギもっとちっちゃいじゃん。そうかな。なんか飛ぶ時にさ、ピャンピャンって。で、一直線で。キツネかも。そう。おい、はい、は、は、え、あー。お、お、あった。おー。ハート。あー、何かと交換するってこと？よし、よかったね。イエーイ。11時37分今、ウェアとかシューズ返却します。じゃあ、会社に行きましょう。はい、わあ。あさまのいぶき、ここでお土産買います。つまこいのキャベツは地球約2周になりますので、並べた。すごい。はい。アイス、このあれ、カップ、しょっぱいアイス。アイスにそのカップヌードルに入ってる粉みたいなのがそのまま振りかけられてて、味は美味しかったんです。へえ。東京に帰りましょう。バイバーイ。じゃあね、はい、やだね。バイバイ。